ちょっとさ配信が久しぶりすぎてわからないんですけど、コメントください。どっちで見たらいいんだっけ。え、合ってる。あ、ありがとうございます。配信なってんのか。なってますか。大丈夫。あ、ライブになってるから大丈夫だ。こんばんは、ありがとうございます。今ね、手で持って配信している。どうやってやんだっけな、ちょっと待ってね。こんばんは、ありがとうございます。アリラミさん、パソコンで見れるようにしたい。パソコンで名古屋から見てます。クランさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん、ありがとうございます。レティさん、ありがとうございます。今ね、ちょ待って、わかんなすぎてやばいんだけど。 YouTube、 あ、これで配信見れるのか。あ、なってるなってる。で、音消さないと羽織っちゃうから。 OKOK。 あ、ちょっと待って、コメント見れるようにしたい。コメント見れるようにするにはどうしたらいいの。これでいいのか。よし、 OK、 完了。ありがとうございます。今ね、めっちゃ化粧品です。今お家、実家に帰ってきてます。ハッピーバース、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと時差あるんだろうな、これ。ありがとう。 YouTube もあっという間にチャンネル登録めっちゃ増えました、一気に。ありがとうございます。イエーイ。じゃあ、なんかね、私ね、妹と誕生日がぴったり一緒なのね。誕生日ありがとう。皆さん、ありがとうございます。ねえ、寝た。おい、待って、最悪だ。ねえ、あのね、こんにちは。私ね、妹と誕生日が一緒なので、一緒に配信しようよって言ってさ、実家帰ってきたのに今妹が寝てるんです。ありがとうございます。ちょっと、はい、早くおいで。みんな、ありがとう。ピバセ、ありがとうございます。あ、妹さんも誕生日おめでとうございますって。来週ボム、そうなんですよ、来週ボム出ます。ラウンドガール、ありがとうございます。実は月末誕生日です。あ、サトルさん、月末誕生日、あ、もうすぐですね。じゃあいい誕生日一緒だ。かずきさん、僕も30になっちゃった。あ、30歳、いいですね。大人の階段ですよ。コメント、これみんな大変早いな。ありがとうございます、みんな。イエーイ。今コメント嬉しい。妹さんもおめでとうございます。ありがとうございます。そうなのよ、なんか急に登録者数増えました。みんな、ありがとうございます。で、配信時代が久しぶり、めっちゃ久しぶりだから、しかもね、ちゃんと一応ね、カメラ持ってんの。このこれ、この画質で配信したいんだけど、なんかパソコンと繋がらなくて、どうやってやってよか、どうやってやっていいかわからなかった。いいカメラあるのに繋がらなかったです。やり方が分かんなかった。ありがとう。あ、お誕生日、2人ともお誕生日。ちょ待って、2人ともね、早く、おい。ね、ここおいでじゃん。ここは、ここ全然来てくれない。ご飯配信以来、そうなんです、白ご飯をひたすら食べるっていう配信前にやりました。あ、スーさん5日前誕生日、あ、おめでとう、おめでとうございます。嬉しいです、みんなめっちゃコメントくれる、ありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しいです。あ、三重から見てます、ありがとう、おめでとう。寝てるのね。そうなの、寝てんのよ。確かに寝んの早くない。今あのご飯を一緒に食べたの、家族でね。で、今ここリビングなんだけど、
今日お父さんは仕事でいないから、お母さんと妹と普通にご飯食べて、ケーキ食べるよ。ねえ、寝ちゃったんだけど、帰ってきた意味ないんだけど。じゃないのよ。ちょっと待って、ねえ、なんで寝てんの。こんばんは、ありがとうございます。32歳になりました、ありがとう、みんなありがとうございます。もう海外来たから来て、センキュー。59人今、うん、コメントみんなめっちゃくれてるよ。16日誕生日です。あー、いいですね。あー、ありがとう、ホッピーさん、ありがとうございます。いやー、おはよう。おはようじゃない、早く来て。いやー、おはよう。ホッピーさん、ありがとうございます。いやー、おはよう。嬉しい、ありがとうございます。ここはね、うちのね、ワンちゃんです。今ワンちゃんと妹が寝てるの。王子さん、大川だよ。あ、大川、椅子だ。大川さん、椅子ですね。抱負お願い。抱負？なんだろう。とりあえず、今年も1年、お仕事頑張ります。なんだろうな。でもとりあえず、YouTube ね、なんか、10万人登録者数いくと盾がもらえるんですよ。せっかくだから盾欲しいなと思って頑張ろうかなと思ったけど、まあまだ2万人とかやからさ、ちょっと頑張ります。ちょっと更新頑張んなきゃね。自分で編集してるんでやっぱちょっと追いつかなくて、撮影とかはねちょっとぼちぼちしたりとかしてるんです。この間コラボで撮影してきました。嬉しい、ホッピーさん、スパちゃん投げてくれたの、ありがとうございます。握力最高で、握力ね、現役の時は、現役っていうか、まあ中高校生の時は40ぐらいあったかな。今ね、この今ちょっとバッティングセンターでやったら23とかだった、24とか、そんな下がるの。行くどうするじゃなくて、行くんなよ。何のため、あ、イエティさん、スパちゃん、ありがとうございます。イエーイ、ありがとう、イエティさん、皆さん、ありがとうございます。そう、ここはワンちゃんです。イエティさん、ありがとう、久しぶりです。妹主催のゴルフコンペはいつやるの、だって。うんじゃないの、早くこっち来なさいよ。うんじゃないの。ちょっと待って、お母さんが今目の前に出てきたの。何、カレー飯。あ、これ反転してんだ、この今スマホで配信してるんで。これ何、わかんない。で、なんでママもリップ塗ってんの。ママだって髪の毛で髪の毛セットしてる。え、お風呂入ったんでしょ。なんでリップ、なんでリップ塗ってんの。何でリップ塗ってんの。撮影会行う予定はありますか。撮影会はやると思ってます。月にも2回とかやってるんですけど、ありがとうございます。アンスーさん、あ、ありがとう、遊びに来てくれてありがとうございます。初コメです。カズくんさん、あー、トイプードル同じ名前だ。ここちゃん、ここは。あー、イチさん、ありがとうございます。スパちゃん、ありがとうございます。みんな、ありがとうございます。イチさん、ありがとう。あー、嬉しい。セハさん、スパちゃん、ありがとう。ありがとうございます。太陽のレオナの最新作楽しみ。ありがとうございます。この間、レオナのパッケージがこんな感じですって送られてきました。いつ配信なの。4月3月とかかな、よってスケジュールで。配信日とか聞いてないから全然わかんないんですけど、予定通りで行くとしたら3月とか4月とかなのかな。ハッピーバースデー、ありがとうございます。センキュー、ありがとう。海外の人もね、なんかいっぱい来て、いっぱいっていうか登録いっぱいしてくれて、ハロー、
Hello. Thank you. My birthday. 32 years old. My birthday today. 合ってんのかしら。ありがとう、せいはさん、ありがとうございます。30代はこれから、これからですね。でもなんか年々楽しくなってますよ。あんまりなんか、まあ、32歳とか言いながらあんまり気にしてはいません。気にしてないっていうのも変だけど、楽しいです毎年。あ、え、何参加すんの？ね、なんで歯磨きしてんの今。ハロー、おはよう。おはようございます。映っていいの？妹です。妹も今日誕生日です。前髪終わった。ここだって寝てたんだもん。マイシスター。誕生日です。妹も誕生日なの。ここココアです。今回誕生日。こっちにね、あれコメント今流れてるから、スーパーチャーとかこういうの投げてくれたりとか、配信、私も配信すっごい久しぶり。ここどこ見てんの？こっちだよ。ここ、こっち、ここ、こっち、こっち、こっち、ここ、ここ。15歳だって。妹、うん、トモ何歳になったん？18。違うじゃん。全然違うじゃん。レオナの撮影の裏側を、裏話を聞かせて。裏話？でもなんか今回ね、あのメインというか私だけじゃないんだよね。作品的にはちょっといつもと違う感じなんですけど、やっぱ監督違うと違うからな。撮り方とかやっぱ好みとかが違うんだろうなっていうのをとっても感じました。あの撮影してる最中ね、みんなやっぱちょっと撮り方とか違うからね。僕のココアが置きました。え、嘘。ココアで呼んでるから。うん、ハロー、生配信初めてだけど頻繁に生配信。いや、なん、え、じゃ何、ツッツルルツッツルじゃないのよ。生配信するのはめちゃくちゃ久しぶりです。久しぶりっていうかあんまりしてないです。ねらいさん、今こいつだからレオナ帰ろうかな。はい、うん、配信とかもあるんで、まあちょっと頑張って裏側を上げていくので、ぜひチェックしてくださいね。ケタさん、あースパチャありがとう。ケタさんありがとうございます。ナイススパです。ケタさんがスパチャ投げてくれたんでありがとうございますって言ってくれた。ねえ、もう意味わかんない。何、歯磨き、うん、うんじゃないよ。ね、見せてこないでよ、 YouTube。 ここにあるから YouTube。 多いじゃないの。ここはみんな見てるよ。やばいね、やばい。ここは初登場かもしれないね、 YouTube。 ここは初登場です。こんばんは皆さん、こんばんは。レオナデラックスのテーマソング歌って、あれね、めっちゃね、意外と私の音域で作ってくれたんだけど、タじゃないの。何さっぱりしてんの。何さっぱりしてんの。さっきまで寝てた人が。私の多いけど、誰 LINE 送ってるの。ママお花に送ったでしょ今。あ、お花やね。何カレーに。わーお、You are so... 32歳びっくりしてるんだけど。パンクさん。んどこに書いたの？これここに今コメント流れてるんだけど、私が追いついてない、読むのが追いついてないから。レオナのファンは世界中にいますよ。ありがとうございます。そう、レオナの妹アイスクリーム買いに行かないの？前見ててくれた人だ。あ、そう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 。え、今の方があれくれたの、パタ。あ、そうなの。うん、パタめっちゃうまかったよね。めっちゃうまかったよ。あ、カズ君、うちのココアと似てるって。なんでコメント読み始めたんですか。ママが急に。あと時差あるから。そう、裏側、そう、動画70万再生されましたねってきた。ありがとうございます。ありがとうございます。ハリラリクレイジー、ありがとうございます。有本さんも誕生日おめでとうございますって書いてるね。みんなで
自分に誕生日プレゼント買いましたか。まだ買ってないんだけど、あのね、今ね長財布使ってるんだけど、ちっちゃいお財布を買おうかなと思って。イーティーさんありがとうございます。グッジョブ、イーティーさんありがとうございます。スパチャを投げてくれました。 How old is ココア。ココア何歳だって。10歳。ココア10歳。 Is 10 years old。 言えたの。英語10歳。英語言えたん。当てる。あ、妹来た、妹来た。あ、私がこれコメントさ読み切ってないな。こっちもだもん、早くない。でもさ、こっち消えちゃうじゃん、すぐプサーって。こっちは残ってんのよ、パソコンで見てる。これ見せなくていいです。ココアちゃんね、ね、ココア寝たんだけど。ココ返して。やだ。笑顔そっくりだって。妹さん、ゴルフのベストスコアはいくつですか。78。すごい。すごいよ。あ、スパチャガチャ。なんかやっぱこっちで見てると早いんですけど、流れるの。そうだね、早いでしょ。もう追いついてなの。コヒツからムシコさん、ありがとうございます。これ読んで。コマルコさん、おめでとうございます。ママやめて。ありがとうございます。コヒツからムシコさん、ありがとうございます。パチャありがとうございます。ありがとう。おめでとう、おめでとう。2人とも誕生日一緒なんですよ。今日が誕生日です。好きなブランドとかありますか。だって何だろう、今使ってるお財布はルイ・ヴィトンです。ほんま。ゴルフ、ゴルフ、ゴルフのブランド。ココココ、あ、こっち来な、うん、こっち。やだ、はい、こっち来な。取られちゃう。妹さん後ろ姿そっくりだって。レオーナ代替わりしないでくださいね。まああれなんだろうね、レオーナはそのなんて言うんだろう、新しいヒーローができ、ヒロインができましたみたいな感じだと思う。まあ一応なんかそのさ、セカンドシーズンっていう感じで言われてたから、これからなんかレオーナはレオーナでいて、その新しいデコヒロインができるっていう。え、この家具デコシワできる。だってさ、あれ貸してって言ってんのにないって言うんだもん。何あれ、ここ立てるやつ、三脚。三脚、うん、これで携帯今これ立てかけてるだけじゃん。何三脚って。このさ、三脚いい感じのやつだったら貸してって言ったのさっき。持ってないでしょ。挟んで、ベッドに挟んでゴインってなってるやつ。ベッドがないじゃん、ここに。なんでベッド行かなきゃいけないの。違うよね、携帯でこう下でパンってやるやつでしょ、こうやって。うん、車にある。あ、いいよ、だもう今これで固定になってるから。え、いい、またちょっと揺らさなきゃいけない。あ、そう、うん、大丈夫、はい。ラウンドガールの投票企画参加してよかったと思える結果が出て、ありがとうございます。もうあれ、裏話っていうのもあれだけど、私落ちたんだよね。あの、入れなくって、あの、え、寝た？みんな寝て。入れなくって、その、チームっていうか A チーム、B チームとかあって、そのチームの中で、3位までが、そのファイナルラウンドだったんだけど、ファイナルラウンド4位、これーべし。はい、ねえ、話してんの？これ。ねえ、私今話して。入れなくて。何それ、何でこれ、わかんない、何これ話しろよ。そうそう、入れなくって、でなんかその運営さん側からなんかお母さん出てほしいですって言ってくれて入れたの。でもすっごい頑張ってたから、それ多分見ててくれて入れてくれました。皆さんありがとうございます。本当にめちゃくちゃ応援してもらった。ジャスティーズこれあれじゃない、ゆで卵入れ。あ、そんな感じだよ多分。ゆで卵ちょっと入れてみようよ。くっさまじ、ゴム臭いってこと、うん、これ何入れ、
ゴムの匂いそうキュート。レオナ年3作クソジャスティスに対して何のコメントもね。これからでも発表があります。あ、卵入れてみて。え、絶対卵入れじゃん。そうなの、うん、生卵違うよ、ゆで卵だよいや、違うんじゃない。え、入る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 、映ってない、じゃ映ってない、違う、無理やり入れないんだよ。え、生まれた年じゃ入るの。生まれんじゃね。え、はいあ、あ、ぴったりじゃん。あ割れちゃった違うんじゃん、じゃこれ。あー、なのに、あ、あ、え、ゆで卵ゆで卵ありがとうございます。ばちゃんめっちゃ聞いてありがとうございます。これ何ですかって分かんないでしょ、うん、これ何。竹内まりやさんと同じ誕生日ですね、だって。え、そうなんだ。HH さん、ありがとう、スパちゃんありがとうございます。ありがとうございます。まさに美人姉妹ですね。これからもよろしくお願いします。同時誕生日おめでとう、だって。イエーイ待って、ボロボロ落ちたんだけどやめてくれるナイススパチャです、ありがとうございます。ただのあれだ。 RTHK さん、よく生まれた。 RTHK さん、ありがとうございます。クールセンキュー、ありがとうございます。センキュースパチャ、ありがとうございます。違うんじゃないの、ここそれ、多分。ありがとうって言うんでしょ。ここ割れたなって言って、ここここです。食べる、食べ、食べて。多分何入れだと思う。逆さにしてこれ乗っけんじゃないの、卵をそこに。ここに。ココアの鼻入れ。何？え？これ蓋あり。本当だ。何？何？蓋あった。何？なんだかこの。こうして。で卵乗せんじゃないのそこに。え、違う。あ、どういうこと？これ置いて置いて置いて。あ、これを置いて。この上に卵を乗せるってこと？おったまげ。やば、ジャスティスいいね。ジャスティスね、カオスなんだけど、いろいろこれ何なの、わかんない、全然わかんない。え、でももう、でもさ、たまカレー飯に使うやつじゃない、だって。いや、カレー飯何入れるの。飯、カレー飯、あと飯入ってるから。殻がさ、拾ってください。初見です。あ、ありがとう。もう一郎さん、食券ありがとうございます。めっちゃしゃべる。もう剥いて、もう剥いて食べちゃう、だって。ゆで卵食べよう。割れてる。 50m 本気で走ってください、だって。最近走ってる、走ってる、やってるもんね。ね、なんでそんな見切れてるの、その半分ぐらい。見切れ半分。 50m 走ったら疲れちゃうかも、私今。やばいよね。10メートル20メートルぐらいでそこから息切れそう。 How old are you? だって。読めない。違うよ、答えるんだよ。何？ How old are you? って聞かれてんの。何、いくらですか。違うよ、何歳ですかいくらですか何歳ですか。 How much? 違う、それいくらじゃないの。違う、自分の年齢答えればいいの。嘘でしょ。 27 I'm だよね、うん、I'm 32 years old Now 今なりましたわ。 Now じゃないか、今なりました。はい、どうぞ。 27 old years。 やばい、古いじゃん、古い人じゃん。 Old 違うの。そうだから years old。お母さんめっちゃ喋るじゃんって書いてあるんだけどお母さんは後ろでなんかスタッフみたいなことしてます。スターダムという女子プロレス団体にお母さんに似た女子レスラーがいます。お母さん、あれ、ママ顔出しじゃないよね。ママ顔出したことあるっけ。あ、喋り方じゃないの。ハッピーバースデー、ありがとうございます。よーじ、ありがとう。英語力が絶望的なのがネタなのか。え、そんなに喋れない。絶望的絶望的って言われてるよおやった、食いついてくれた。カレー飯でよ走るの
印象連って言われた時ぐらいだよね。印象連って何？印象連、うん、印象連30歳じゃない、うん、32 years old。 はーい、カレー飯だ。 YouTube 企画募集して。確かに何がいいんですかね。だいたいさ好きなものやっちゃうからさ、サウナとかさやってんだけど、でも今度やりたいよね、ソフトボールね、一緒に。未だにソフトやってるんで、もうすごいよ、74人も見てんだけど今。ありがとうね。あれありがたいね。あれ、なんつったの？ありがとうね。ありがたいねつったの、うん、ありがとうねって聞こえたの、今びっくりしちゃった。 YouTube 企画なんかいいのありますかね、皆さん。最近ファンになりました。とても綺麗ですね。お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。32歳になりました。そして妹も誕生日です。今日2人とも誕生日なんです。チーズケーキを見えますね。食べなよ。ハロー、フロームパリ、パリだって、パリス、パリから見てくれてる。Thank you。 すごい、そうなん、うん、ハロー、フロームジャパン、ジャパン、32、ベリーヤングフェイス&プリティ、 Thank you。 若いって。 Thank you。 権利関係とかやつがラウンドガールの裏側とかどうですか。そうなんだよね、ラウンドガールの裏側で許可取らなきゃいけないんだよね。でもなんか楽しそうだなと思って。なかなかさ裏側見ないよね、ラウンドガールさん。サウナシリーズは頑張って続けます。サウナもね許可取りしなきゃいけないのに、ちょくちょくコメントするのに自分の、ね、そんな偶然あります。あれか、コメント、コメントじゃないや、誕生日一緒ってことね。妹よ、誕生日おめでとうってきてるよ。ありがとう、たくやさん。踊ってみたシリーズはどうですか。いや、それやろ、今やろ。踊れない。なになに、踊った踊った、踊った、かわいい、大好きな、してる。ねえ、なるの、うん、痛い、痛い、ねえ、うん、あ、怒ってる、ね、怒ってる。踊ってみたね、マジで踊り下手だよね。でもいいね、踊ってみた。また、ネギ臭なるさっきね、納豆にネギ入れてね、この人2つ食べたネギ食べたんだもん、しょうがないやん。だってしょうがないじゃないか、そんなこと言ったって。ちょっと読んでくれ、ちゃんとコメントみんなしてくれ、料理してください。ちょくちょくコメントするの、自分の名前言ってね。埼玉、秩父に遊びに来て。埼玉、秩父は何が有名ですか？カイズくんさん、料理してください。え、料理できる？うん、目玉焼き。え、なんかさ、ちょっとなんかできるって言えるほどじゃないんだけど、普通になんか自分がチーズケーキだけ作れる、自分が食べれるようなのしか、人に出せるようなの。 50m 本気で走ってみた。グラドルの1日ルーティン、あ、1日ルーティンね、1日ルーティン、1日毎日バラバラだな。 50m 走ってみたわ、やってみようか、こっち帰ってきた時に。こんばんは、妹さんとダブル誕生日おめでとうございます。お二人ともいい年になりましたね、ありがとうございます。んどこ今、今ここいるのこっちだってさ、流れちゃうんだもん。あ、こっちで見る、あ、これ見せなきゃ。今日さ、バッティングセンター行ったらさ、うん、3回やってホームラン1回当てたかったのに当たんなかった。なんかホームラン1回も当てたことないんだけど。そう、 YouTube 用でレオナとは全くオリジナル作品、ショートドラマとかどうでしょう。あー、なるほど。でもそれはあれだな、全ピクさんの方でやらなきゃダメだね。ここはお目覚め。ここはちょっともう怒ってるよ、これ多分。本当は眠いから寝たいんだけど無理やり起こされてるから流行りで言うならモーニングナイトルーティン。あ、やっぱみんなルーティン見たいんや
ルーティンいいんだよね。ゴルフ計画めっちゃ好き。ありがとうございます。ゴルフ計画ね、これからちょっとあの本格的に指導することになりまして、まあこれからちょっと打ち合わせとかだからはっきりは言えないんですけど、チャンネルはねちょっとねこのチャンネルじゃなくなるかもしれないけど、がっつりゴルフやることになりそうです。実は妹フルバックから一緒にやろうだって。やろう。フルバックからやってんだっけ？フルバックもやる。レギュラー？合わせる。いい。お誕生日おめでとうございます。佐藤さん、ありがとうございます。あれ、嬉しい。東さんっていう前からいる人。そうだよ。東さんがパターくれた。東さんがパターうん。誕生日おめでとう。ありがとうございます。なんだっけ？パンチング、オデッセイ。パンチングマシンやバッティング動画見ました。ありがとうございます。え、パンチングマシンやったことある？ある。俺あんま行かないと思う。意外と130ぐらい。めっちゃ行くじゃん。え、怖いんだけど。なんで？なん？え、忘れちゃったけど、同じぐらい。同じぐらいだけど、それでもすごいって言われた。全然行かない。いや、全然行ってる。150行くのは当たり前じゃない？男？男なんですか？最近ボーリングやってんだ。いくつぐらい？160ぐらい。え、すごっ。どうぞ。150は超えようと思って、うん、でもなるもそうだよ。頑張ってる。ハイスコア一番いいのは170201。マジで？やば。いやあれさ、スペア取れないとダメだよね。そうだからもう全部マークついてる。スペアかストライクしか取ったことない。で200じゃないと無理だよね。そう、1回で崩したらダメじゃん。でもあれよくわかんないよね。なんかスペアでプラス何点になって、ストライクでプラス何点になるわけ？知らん。知らないけど知らないけど、その後に崩したらもう終わりじゃん、うん、あーガータとか一回やっちゃったりしたらダメだ。そうそうそう、うん、しかもストライクの次になんかいいのをやっていっぱい打ったりする。もうさ、完全にさココアの頭しか映って、何が映ってるか分かんないのこれね。モップ、モップでなんで、ね、マジで眠いくっそーねえ。誕生日おめでとうございます。ありがとう。妹さんも誕生日おめでとう。ワンちゃんかわいい。園田さん、ありがとうございます。ホームラン打てるまで帰れません企画。え、できるかな。私一回もやったことないんだけど。いやでもさすがに10回ぐらいやれば当たると思う。でもさ、3回目ぐらいからすげえしんどいんだけど、体力なさすぎて。そう、うん、いくらでも出る。ボーリングも22ゲームぐらいやった1日。え、じゃ あの2人でやって帰れません企画にしようよ。ホームラン打つまで、トモが出ればいいんでしょ。いや、わかんない。じゃあその近くにあるバッティングセンターだと安定伝い、その場所による。あ、そうなの。当たりやすいとこがある。しかも感度いいとことがあるじゃん。当たってないようになっちゃうってこと？うん、ネットに当たって落ちたボールがホームランに当たるとか。それはいいの？でもそれでもまあ名前書くしはあるんだ。そう、うん、ホームラン打てるまで帰りませんやる今度。うん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 、聞いてる？いつかは写真集出してくださいね。出したい。頑張ります。ありがとうございます。いろんな出し方がいるからな今な。あ、レオーナのコスネットで売ってましたよ。買ってみては。え、嘘でしょ。コスネットって何？コスチュームがネットで売ってたってことじゃん。へえー、すごくない？え、そうなの？そんなコスプレ売ってんの？レオーナで調べたら出てくるってこと？すごいね。12月の梅雨祭りに来れば林家たい平さん、藤原竜也さんにおそらく会えます。みんな来てるんだ。でもさ、秩父ってさ、埼玉ではもう超遠い方の埼玉だと思う。埼玉も広いのか多分。分かってない。調べたら超遠かった。でも有名だよね、秩父って名前。うん、初めて生ライブを見ています。ありがとうございます。そうなのよ、生ライブなかなかやってなくて、今日はお誕生日で、あと YouTube の登録者数がとても増えたので、ちょっと初めてやってみようかなと思い、やりました。ソフトボールをやった経験がありますね。あります。前さんではなかなか見られない悪役やってみたとか。あ、なるほどね。なんかね、前さんじゃ前ピクなのかあれ。なんか昔に悪役やったことあるんだよね。でもそれでもやっぱちょっと違う違うね、こう充電されてないじゃん。反対にすればこれコンセント。コンセントがダメなのこれ。どれ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 の何？早く
こっち来ないよ、まあ、怒ってる。充電器がさ、あれなのかもしれない。ここ、おいで。こっちにしよう。寝るよ。寝ないで。やったー、来たー、かわいい。マジ取り合いなんだけど、ここはの、ここはね、マジで取り合い。え、充電なってんのかな、わかんない。踊ってみたい、いきます。そういやさ、スイッチ入ってないよね、これ。ほら、そうだわ。大丈夫？見えないの、ここ。今顔面これになっちゃってるから。いいね。どう？何？何？踊ってみた、やったの。見てなかった。いくよ。せーの。ワンネを吐いたよ。薄くらい人間だ。一歩前に出るのはやめてきます。絡まれたくはないからさ。どう？ねえ、やめて。なんで？あやめて。僕はの、ここしか映ってないから。そうそうして。さあ、やめます。やったー。ボーリング200点はすごい。ありがとう。イメージ DVD の撮影予定はありますか？あり、実はあります。これから撮影に行きます。もうダイエットしないとやばい。いつも DVD の時は 2,3 キロ痩せてから行くんですけど、誕生日があって痩せて。ケーキ食べる？パワーヒッターという感じではないですよね。そうですね、私はなんかスラップって技があって、流しとかセーフティーバント専門で、あんまりパワーヒッターではなかったので、1番バッターでした。何番だった？3か4。友のがパワーヒッターって感じだよね。ホームラン打つ系のあれじゃん、うん、セーフティーバントとかしないじゃん。ランナー一塁いたらバントのサイン出るよ。出るんだ。出る出る。ちゃんと送りなさいってこと、うんうんうん、でもあれだよね、まあ、基本的には打つよね。足が別にそんな速くないか。足速いの？なんだこれ。ねえ、怖い。怖いって何？いや、サインだよ。トモが足速いからあんま知らないんだけど。何？あ、バントしろって。いやいや、打て打てだよ。あ、打てな。それしか来ねえ。打て打て。こうやってやるね。打てだよ。バントの時は？よくわかんねえ。まだ拝み屋ほんとひどいんだけど。マジでやめてほしい。宗教。バントもこれでしょ。バント違うよ。それ盗塁。それ盗塁。なんで盗塁これだったかも。違うよ、盗塁これ。私スラップのサイン見てたらどうすんの。監督見てたら怒られる。これだった。サインバラす。サインをバラすっていう。中学と高校によって違ったから、サイン。そうだよね。もう覚えてないな。基本帽子触った。帽子の後でしょ。じゃあ最後に帽子とか。なんか決めるよね、その日の。いや、もう帽子触ったらエンドラン。あ、帽子がエンドランってこと？うん。エンドランでもそんなに出なかったでしょ。いや、出たよ。出たわ。うん。もうなんだ、三塁打ほぼエンドランだよ。マジ？あ、そういやさ、そういやさ、チバアピールしてくださいだって。チバアピール、チバアピール。チバは菜の花体操を踊ります。マジで踊んなかった？え、菜の花体操知らないの？ピーナッツ。じゃあ菜の花体操。チャ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 ーン、チャ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 ーン、チャ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 。え、知らないの？え、嘘でしょ。何それ？えチーバクのダンスしかやったことないんだけど。チーバクのダンス知らないんだけど。チーバクえ、高校の時チーバクのダンスやったんだけど。じゃあやっぱ世代が違うのかも。え、チーバクってどういう？チャ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 じゃあだからそれ菜の花体操だって。チャ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 それずっと分かんない。そこしか知らないよね。覚えてないよね。でもそんな感じだったよね。菜の花体操っていうのがあった。チーバくんの体操ってそんなのあんの？知らない。チーバくん。でもほら、なるが学生の時チーバくんとかいなかったの。だよね。だよねって。もうさ、20歳も上なのに「だよね」に決まって、何一緒だと思って。やめてくれる？一緒にすんのやめてよ。悪役挑戦してほしい。悪役ね。でもなんかさ、いい人っぽい顔してない？自分で読んでもらうんだけど。千葉君ってどこから出てきた？どっから出てきた？千葉？違う、なんか流行り始
知らないやん。どっからで見たんだよ。チーバーか。あの歌みたいじゃん。だっけっと気になるみたいじゃん。ママ違うよ。うん、いい声で歌うのやめて。さっきもハッピーバースデー歌ってくれたよね。ハッピーバースデー歌ってよ。誕生日だから。ほら終わっちゃう。みんな踊ってるの？うん、じゃ一緒に歌おうみんな。せーの、ハッピーバースデートゥーユー。はい。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデーディアココモ。じゃなくて。なるちゃんともちゃん。ハッピーバースデートゥーユー。ありがとうございます。変なの。ありがとう。過酷なトレーニングに密着撮影とかどうですか。トレーニング確かにね、なんか割と過酷な。スノボやってそんなに筋肉痛なのなかったんだけど、すごくない？すごい。マジで？いや、そう、次の日立てなかったよ。全然大丈夫だ。初めてやった時でも頭打ちすぎてなんかここ痛かった。ムチ打ちになってるよね。ムチ打ちだよね。すごいさ、頭多分ボンってやるからギュッてなるじゃん、ここが。次の日、次の日っていうかもう帰りの時点でもう首がちょっと、あんま転んでない。めっちゃ転んだ。筋肉痛になってない。すごっ。で多分普段やってるトレーニングのまあきつすぎて、体幹やってるからやばいよ。それは普段のがあの筋肉痛やばってなって、そう、次の日だったもん。で多分アクションのがきついんだって、スノボをやるより。あ、自分の体が多分そうかもしれないけど、アクションのがきつい。でもマジむずいよね。めっちゃむずい。で前体重は何を意識しようと教わるわけ。なんかさ、手見ろ手見ろってことさ、あなた、あ、手見た方向に体が行くから、こっちを、肩を見つけない。そう、肩だから顔、顔行ったら顔の方にこれが行くでしょ。でなんかあのさ、ジャンプ台とかにさ、行きたくないと思ってさ、肩を一生懸命こっちに向けんだけど怖いから、こっち来るの、うん、こっち来るよ。ジャンプ台とかの方さ、行きたくないと思って見ちゃうから、ジャンプ台の方にどんどん向かっていっちゃうの。見える方向に行くんだ。そう、行くから、だからあの、このこっちこう向けたら、そっち側に徐々に角度で滑るから、行きたい方向にこれを向けなさいって言われたの。でね、スノボー持ってたから後であげようと思ってんだけど、あと毎体重の時、あのビヨーンってスノボーのさ、飛ぶやつあるじゃん、の選手みたいにつま先でビヨーンってやって頭をこのボードより前に出すんだって。って言われた。え、めっちゃ怖かった。普段やらないから。あ、みんなハッピーバースデーどうよってこう拍手してくれてた。コメントで。ママが熱唱。大熱唱です。僕もダークレオナ見た時かっこいいと思いました。石岡さすか。ありがとうございます。おみじどうよ。おみじ。おみじ飲まない。こっちに来る？行かない。ここいで。なんで？おいで、ここ。過去のレオの作品をみんなで同時再生してみながら。コメントはできるけど、音は流せないかもね。確かに。さすが二人の姉妹。ありがとうございます。すごいよ、80人以上見てる。めっちゃ見てくれてる。ありがとうございます。ついついさ、コメント読んじゃうからこっち向いちゃうわ。うん、こっち行ったのね、カメラ。ちゃ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 、なんかさ、ちゃちゃちゃやめる。ちゃーん、ちゃ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 ーん、ちゃ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 ーん。いつもこれ。なんかさ、年々さ、誕生日だ、休まなきゃみたいなのなくない？ある。嘘、ないね。絶対嫌だ、誕生日仕事したくない。私誕生日、でも誕生日って大体20日絶対休みじゃない？祝日だからね。そう、だから学校も卒業式で誕生日忘れられるし。そうだよね、プレゼントもらえない。あ、そう、プレゼントってか卒業式で忙しくて、てかみんな春休みでいないじゃん。もう終わっちゃうもん、ね、よく忘れられてた。終わっちゃう、うん。今までさ、仕事の時なくない？誕生日が仕事ってある？あ、でもほら、この仕事してからは
あるじゃん、もうそ、うん、彼の祝日とか関係ないから、うんうん、でもないよ。確かに OL の時なかったんかね。おいで、うん、じゃあいいな、はい、やくんなって来るって言ってんだから。あ、こっち来んの、こっちがいいね。マジピエン系。インドネシアに行ったことがありますか。インドネシアはインド？ネシア。あ、インドネシアある。Yes, yes. インドネシアあります。あ、そうだよね。ゾウさん。ゾウさんか。ゾウさんはタイ。インドネシアある、あった気がする。撮影で行ったのかな。ママ出ないのかな。ママは声出演です。口紅ちゃんと塗ったけど。来年もあると、あ、どこ行っちゃったか分かんなくなっちゃった、コメントが。ここは超かわいい。コメントが、ね、追いつかない。ママ出ないのかなって言ってるよ。30代になって脂肪つきやすくなったとかあるんですか。ああ、でも前よりなんか痩せやすいはないけど、運動してるもんね。でもね、完全に多分昔より、うん、友ぐらいの年の時が一番してなかったかも。でめっちゃ垂れてやばいってなって運動しだした。友の時、友ぐらいの時27。でも友も思うよ、下っ腹めっちゃ出たの急にでしょ。で友達もみんな言うし、25過ぎてから急にそうなるのやばみたいなの、うん、なんか痩せれなくなるの。でしかもさ、その時期っていうかもう今はあんまりだけど、めちゃくちゃお酒飲んでたからさ、毎晩飲んでたけど、もう今全然飲まなくなったから。でも絶対お酒だと思う、脂肪つくの。あ、お腹周りにつくじゃん、お酒飲むと冷えるから、多分ご飯食べちゃうし。飲まないもんね、飲めちゃう。でもグミが好き。男みたいだね。そうなん。あんまり女の人でグミ食べてんの見たことないからね。男グミ食べんの、むしろ食べないの。知らない。ガムとか食べてるイメージじゃない。みんなに聞いてみれば、フリスクとか、みんなに、あのなんていうの、あのグミ好きな人、どっちかといえばっていうこと。グミ食べる人。来年丸やカエルンの共演者を呼ぶのはどうしよう。あ、来年丸、まあ、でもね、確かにももちゃんとかはたまに会うけど、カエルン、みんなどうなんだろうね。事務所とかに入ってると確認しないといけないからね。でもなんかみんなに全然会ってないから、久しぶりに会いたいなとは思う、すごく。イエティ、みんなあまり食べない。イエティさん。室岡さん、今日グミ食べました。ほら食べてる。おっ、いやー、やっぱりサワーズ、食べますよ。やっぱりサワーズか、噛んでみな。何それ、グミの名前。の写真の技術がなぜ上がったの、うん、グミ好きよ。食べる人、何のグミを食べる。そもそもグミ買わない。ハイチュウだって。わかる、ハイチュウも食べる。でも何だろう。なんでグミ食べたことあるじゃん。なんかピュレグミ買ってさ。あ、ピュレグミだけ。あれマジ酸っぱい。ピュレグミだけ好き。あれはマジ酸っぱい。ピュレグミだけ好き。じゃ、男の人はこのかなんていうか、果汁グミ、果汁グミが好きで読めないの。それが好きだよ。なんで。でもトモは違う。なんでグミ好きなの。うまいじゃん、味、感触、食感。あ、ここがだからこれついちゃって。なんでそれ嫌なのかも、そのグミのずっと見て、うん、ガムは食べる。ガムもあんまり食べない。だから車運転してて眠い時は食べるけど、だってあれもそうだもん、そのグミも眠い時に食べるんだもん、うん、運転中ね、うん、男梅、男梅うまい。男梅、男梅って何。梅干しみたいな。梅干しみたいな。梅干し、いや梅干しだよね。塩気のあるやつだよね。お菓子、梅干しの飴みたいなの。ああ、グミの男梅ってのがあるってこと。うん、お酒でもあんじゃん、男梅。あるある。だってこれな、梅干しがダメじゃん、なる、うん、あ、ハリボーいいよね。ハリボーね、
あ、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。二人とも誕生日です、今日。カンデミーナって、書いてある、カンデ、書いてある、カンデミーナって、どこに書いてあるの、カンデミー、本当に男海海あれかも、あの、のど飴だけ舐めるわ。こんばんは、よろしくお願いします。のど飴、のどの時とかさ、ね、あって書いてあるよ。じゃあこれはきっと男梅、あ、違う、なんか違う違うよ、男梅怖怖なんだっけ、男をなんとか男なんとか、男梅だよね、それだけ。何、男がなんとか、なんとかが忘れちゃった。黒飴わかんない。黒飴男を揺らす男梅あ、そうだ、ノーベル男を揺らすではないよ、何、男を、男はなの、男じゃないのか、女を男にする、どういうこと、どういう、うるさい、うるさい、家かやばい、どういうこと、何、男を女に、女を男にする、男うめえ、だとしたらトム食べたら男になっちゃうよお母さんめっちゃしゃべる字幕があるといいだってよ。ああ、打てないから。なんだっけな。残念。打つ、打つのこれ。怒んの字幕でも拾ってくれないじゃん多分。みんなに聞いてみれば。え、男なんて、なんなんだっけ。なんとかの。なんで梅どこ行っちゃって。あ、じゃ女を男にする。だが絶対違うから。あかんのよ。ねえ、みんなに聞いてみたらどうだよ。なんだろう。じゃあ調べよ。携帯持ってくるわ。女を男にするのはあかんのよあ、トムの携帯じゃこれ音楽流してる。あ、そうなの。でもさ、流せない。あれ。ララララ。そこは分かってるの。音楽は分かってるの。男梅。あ、男磨く。梅がある。梅がある。なんだ、男を磨く梅がある。だやっぱ男の人が食べる梅ってこと。そうだわ。あ、だって男梅だもんねうまいからあれマジ。富士急行くなら男梅買わなきゃだし、遠いから、うん、あ、目覚めるってこと。目覚めるマジうますぎ、食べる、食べない、男梅食べる。だ絶対音楽流すもう聞こえてないでしょ。確かに一応なんか雰囲気、そっか、男が男を磨くのじゃあ黒飴はよ。何、黒飴って何。黒飴も歌うよね、 CM。 知らない、違うよ、あるじゃん、塩でしょ、塩。黒飴だよ。何、黒飴あったっけ。何、黒飴って。何気なくした男梅コメントでこんなにえ、違うよ、なんだっけ。いや、でも男梅がうまいって歌うよ。え、黒飴 CM。 ちょっとあんまり大きいのならないよ。なんとかかんとか黒飴ちゃんだよ。あ、のど黒大好き黒飴ちゃん。うん、そうだわ。のど黒、その最後何、最後盛り上がり、のど黒、のど黒、のど黒飴、のど黒飴怖っ、ね、違くない。え、そうだよ、そうだよ、瀬川栄子さんもやってんだよね。そうだけど、ちょっとあんまり大きいの、え、え、あ、ダメなの。ちょっとそう、だからちっちゃい音で流して聞いてみて。じゃあ聞いてみて、ちっちゃいの。え、のど黒飴だっけ。あ、そうだわ、そうだわ、そうだっけ、うん、日本は今何時ですか。だって今何時。11時12分3分11る。あ、のど黒飴だって、うん、11、あ、23 o'clock。 あ、黒いトドだよ、トド黒ちゃんかわいい、トドだよ。
よ、トドクロちゃん。え、違うよ、あの塩の CM なかったっけ。塩の飴、塩、塩の飴。じゃあ CM もう一個あったじゃん、なんか塩みたいなやつ。え、なかった。ない。え、今友達 YouTube 配信してから見て言ってみた。レオナの敵役怪人もいい役だし、ね、みんなに聞きたい、みんなに聞きたい、みんな車何乗ってるか聞きたい。何の車乗ってますか。だって車好きだもんね。ノーベル賞あげる。嬉しい、嬉しい。武器を使う怪人は見ていて少し足も、あ、武器ね、たまに本当に痛い武器がある。ゴム系でできてるやつはね、割と痛かったりするけど、でもなんか基本的にね、プロの方がやってくれてるからそんなに痛くない。ほら、塩あったじゃん、塩の CM。 塩ってだって、博多の塩が言いたかったの。うんうんうん、すごいね、すごい、みんなすごいね。セイハさんマジすごいじゃん、みんなすごい、うん、セイハさん。あ、みんなほら車書いてくれてるよ。アイシス、アイシスって車よく分かんない。トモも車買ったんだよね。そう買ったの。そう、それがさ、そう、八六かっこいい。前はさ、なんだっけ、乗ってたやつ Z、 フェアリティ Z。 そう、 Z 乗ってたんだけど車変えたんですよ。そう、トモが。そう、なんか買って、デイズだってよ。おお、27歳イルグランド。お、27歳。タメ、タメ同い年、うん、あ、27になったのか、うん、あ、昔乗ってたってフェアリディ Z。 え、イエティ、イエティ、タメ、タメ、なんでイエティ、イエティ。違う、さっきイエティ言ってた、いいよ別にって書いてあった。書いてあった。すごい、86乗ってるよ、エルグランド。エルグランド好き、大きいやつ、アルファードの大きいやつみたいなやつ。フェアレディからの86だ。そう、トモも86いいなと思ったんだよ。86って何？ 86、 86でスポーツか。うん、へー、レオナにハマっていますよって、嬉しい、ありがとうございます。確かにレオナから入ってきてくれてる人いっぱいいるんだ。うーん、車は移動手段しかないので安物でいいですね。だってさ、税金もかかるもんね、車持つとね。でもなるも車欲しい、うん、車欲しいけど東京で車持つの無理。え、さ、そう思った。なるがもしこっちにいたら何の車買ったんだろうってずっと考えてた。だ、なるが駐車場になんか車が止まってたら、とも、もう違う車を買ってかもしれない。あ、で、なるはね、あの免許取った時ね、スカイライン買いたいですってね。スカイラインじゃなかったっ、うん、スカイライン買いたいって。スポーツカーって。え、違うよ。あとほら、オデッセイでしょ。違う、あー、なるはそっち系 だ BB とかオデッセイ系がいいんだ。オデッセイか、うん、で、あれだ、違う、じゃ流行ってたの、オデッセイとハリアと、あー、そういう系乗りたい、使った、うん、流行ってた、流行ってた、うんうん、あ、うん、そうだね。で、あの前にファー置いて、あれもいいっすよ、ね、やばい、これファーキティちゃんのサンダル履いて、ヤンキーだって履いてたじゃん、それ田舎のヤンキー。田舎じゃん、入ってたじゃん。あ、寝ます。で、コージーさん、おやすみなさい。ありがとうございます。ありがとうございます。年男です。だって、エイティさん、86は1万円。都内の駐車場、そう、駐車場めっちゃ高いもんね、都内ね。めちゃくちゃ高い。トモの車紹介しよう。そうなの。はーい。あ、ねー、本格的に寝始めました。コージーさん、寝か、眠たいな。あ、こっちでやるか。トモの車紹介、ママのとこ行く？トモの車紹介始まります。このプロボックスどうですか？ここはマンコ行く。オールペンスタープロボックスどうですか？おやすみ。それはマジ乗りやすい。おやすみ。ここはは寝ます。ここはは寝ます。おやすみ。ロングヘア。そうね。髪も短いのになれたね。めっちゃ伸びたじゃん。いや、でもまだ全然、もう早く伸びてほしい。同じぐらいだったのね、長くて。何それ、分かりづらいわ、これ反射して。車、うん。税金、そうね、税金、そう、めっちゃかかるから大変ですよ。東京大阪市内だったら車、まあでもさ、電車で移動できちゃうから東京は持たなくていい、もうさ、なんとかなっちゃうよね。あとタクシーで移動しちゃうし、
でも東京でモテたらなんかもうちょっとさいろんなとこ行けたりするんだよね。パッと行きたい時にさ、うん、遠いとことか、遠いとこって言ってもまあさいいさサウナとかあるとこがちょっと遠かったりするから。それ何ね、反射して見づらい。ゴルフ見えないよ、ほら見づらい。見えない。いやこれあれロイヤルオーシャンいたからこうみんなに自慢しようかな。何ロイヤルオーシャン、ゴルフいいところ。めっちゃいいところ。千葉。うん、うん、どこにあるの。茨城か。茨城ダット、ダットのステッカーって書いてあるよ。えステッカー、ダットのステッカー貼ってた。あ、そうそう。これからも応援していくのに怪我をしないように気をつけてくださいね。ありがとうございます松本さん。怪我はしないように頑張ります。おかなり、あ、これ中国語かな。マックスウェルボン、マックスウェルボンさん、Thank you、Thank you。ショートカットのレオーナもっと見たい。ありがとうございます。それ何？あ、それはスノーボーのやつ。うんうん、それともに借りたやつね、スノーボーの板。ゴルフ趣味にするなら車あると便利ですねだって。そうなん、できないよね。車ないと。うん、運べないんだもんだって。キャディーバッグ電車で乗るのはやばいよ。そう、うん、重たいの。いや、やばはずい。あ、そうだ、キャディーバッグ買おうとしてたんだ。おう、ラルフのやつ買おうかなと思って、うん、でもめっちゃ売り切れてんの、うん、でも誕生日だから自分に何か買おうかなと思って、うん、そうゴルフバッグ見てたの。ちょ見てみて。ルフね、でもラルフのね、あのさあれあるじゃん、ドライバーのさカバーがさめっちゃ売り切れててさ、うーん、買うか悩んでたのに即完したの。去年のやつなんだけど。花屋敷ゴルフ横川コース回りましたって。花屋敷ゴルフってどこだ。茨城。花屋敷ゴルフ横川コース。花屋敷って花屋敷？浅草？違うか。マジ水着姿でアクションたつまりやってくれとスタッフに言うとやってみたいと思いますか。水着姿、いやー、え、どうなんだろう。なんか意味があるならやるかもしれないけど、意味なしの水着だったらやらないかも。危ないし。役で意味があってとかだったらやるかな。あ、でもなんか一回やった気する。一番最初のガイアレンジャーの時水着じゃなかったかな、なんか忘れちゃったけど水着だった気する。ゴルフ歴何年ですか。え、なるゴルフ歴いつ、ゴルフいつやったんだっけ。トマと同じぐらいだよね、始めた。トマの方が早いか。トマの方が早いね、うん、なるバック買ったのその後だから1年半くらいか。1年半、うん、え、もっとやってるよね、うん、コロナ禍前じゃない。 2,3 年やってるもんね。 2,3 年やってるよね。じゃあなる、ほらもう今年なんか去年なんかさ 年始一緒にやったやつだけだからさ、うん、2回あげてもんね。2回あげてる時しかやってないから、うん、それ以外はさゴルフに行ってないの、うん、だから1年に1回ぐらいしかやってなかったから、うん、3年ぐらいやってても、うん、1年空いちゃった。でもスコアいいの出た107。やらない方がいい。うーん、考えちゃうからさやり始めると。うん、どれが可愛いと思ってた。ラルフ、うん、あの通常のあのポロね、あのベジャーのやつ、ポロベアのやつ、これ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 、このポロベアのやつか、このチェックのやつ可愛くない。ラルフも可愛くない。地味だね。可愛いね。かポロベアの紺のやつ、これの紺、それのコーンかわいい。シックだね、なんかシックじゃない。そう、でもかわいくない。どうしたの。のシックだよ。どうしたの。派手なのに、いつも どうしたの。いつも派手なのにってこと。うん、どうしたの。でもそうだって今日も黒とか着てるよ。違うの派手にしたいから、そういう基本ベースのものはね割と暗いの着ちゃうのよ。あ、洋服とかは派手じゃない。そう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 、だから全部派手派手っていう感じではないのよ意外と。ああ、なるほどね。そう、とも逆だから、とも洋服が地味だから。ああ、そう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 、でしょ、うん、だから物派手にするじゃん。なる多分逆なのよ。そういうこと。基本ベースちょっとシックとか落ち着く系にして。うう、だ洋服は派手だけどバッグいつも暗いやつとか
そうなんか、めっちゃ洋服だけ、洋服だけ全部黒くするとか、全部全部派手ではないかもしれない。もしだってトモがポロか、あ、ラルフローレンスならこれだもん。あ、これ最近出たやつとか今年のやつだ。これかな、最近出たやつですね。それ演技の幅が広まっていくとが見たい。ありがとうございます。なんかね、いろいろオファー来て今進行中です。あ、汚れるでしょ生地さ。これなんどうなってるの、雨降ったらビチョビチョなんじゃない。でも今持ってるやつも多分ビチョビチョになっちゃう。キャロウェイのやつ、その生地さビチョビチョ多分同じだよね。あ、だから、トモが使ってるやつより安いってこと。安いの、いや小さいからじゃない、サイズ違うよ。だからレディースじゃない方買ったら大きいやつだからさ。いやそれでも小さい。え、そうなの。レオの何歳までね、決めてない、全然決めてないけど、オファーある限りやるし、まあ体力的な問題もあるかもしれない。今こうやってみんな言ってくれてるからやってるけど、割とやめようって思った時何回もあるから、なかなかね、駆け出しの子とかがやるやったりするぐらい体力が本当にきつい。ゴルフクラブ何使ってますか。あ、これとも紹介しよう。ねえ、本当に顔にすぐ出すよね。いいよ、紹介して。まずキャディバッグ、ほんまマジおじさん、なんでだよ。なんか可愛いよ。でもね、可愛い可愛い可愛い、うん、可愛いと思う。これ私も可愛いと思う。これ、うん、けど、うん、ガチだねみたいになるじゃん。女の子であんまりこれ使ってる子いなくない。いないいないいない。ココア映ってんの。あ、いやココア映ってる。ここでココアに似てる。ココアだよ、似てる。ドライバーカバー、うりどりどり、うー、痛くない。あ、でもこの M2 ね、売ってドライバーに合わせた。 M2 で何アクション習ってるの。アクション毎回は習ってなく、毎回っていうかずっと定期的に習ってるわけじゃなくて、なんかピンポイントでたまに行ったりとかするんですけど、やっぱやらないとできなくなっちゃうし、全然違うね、うん、動きとかも、うん、体が覚えるからね、うん、何やってても。ステルスどうするの。飛ぶらしいよ。だってんステルスん、ゴルフじゃない、ステルス。ステルス、なんかこの間なんか教えてもらったな、ドライバー。ステルスあれテーラーかな、調べてみて。ソフトボールしていたの。ソフトボールしてました。妹もなんかお母さんもステルスって検索したらこっそり行うって出てきてる。それステルスマーケティングみたいなやつでしょ。違う違う違う、ゴルフって入れなきゃ。テイラーのやつだよね。ショートカット若く見えますね。ありがとうございます。確かにショートにしてからね、若く見えるね。いや違うよ絶対、だってお母さんだもん。何お母さんだ。マジさ、世界観車いたらお母さんって言われたじゃん。あ、このステルスさ、すっごい一緒に観覧車さ乗ったの。どこにステルスって書いてあるの。上ステルスどうする。観覧車乗ったらさ、なんかいやステルス子供が前でって言われて、写真撮るのに、え、多分トモのことなるの子供だと思われた。なるがそれでさ、お母さんに見える。え、子供、子供とかでやってんの。子供だよ、ここいるよって思って。そうでしょ、それちょっとおかしいじゃん。ちょっとお母さんに見えたんだな。老けた、こういうことでしょ。だからしかもマスクしてたら、マスクしてたのお母さん見えたんかな、うん、黒着てたしね、うん、全身魔女だと思った。誰が魔女やね。トモはこうだったから。そう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 、そうなのよ。本間といえばイボミ選手ですね。そうそうそう、そうイボミ選手持ってて、ママごめんなさい、ありがとうございます、誕生日です。撮影は過酷、トレーニングも必要。いやめちゃくちゃ過酷、24時間ほぼやってるから。会えるの、親子。親子ってなんだ、どのタイミングの会話だ。じゃ親子、うちら親子。
あ、うちらが親子の会話か、うん、親子じゃないママ寝た違うココアも寝た食べたチョコのやつ食べてみて食べてないなるママが美味しいって言ってた何これブラウニー、もう一回磨こう、もう溶けてるよ、あ、美味しい、あ、このチョコのやつ美味しいじゃん、うん、韓国いつも応援します、いや、ありがとう、ヤンゴートで食べてる、うん、誕生日ケーキThank you 韓国語でありがとうってなんて言うの、シャセヨ信じられないんだけど、ラスイヨ何それ、ラスエラなんて言ったヤスイヨ、もう出てこないんだよ出てこないとはもう言葉が出てこないということですかヤスイヨちょっとそれ取って、それ取って。カムサハムニラーだって。あ、カムサハムニラー。カムサハムニラー。あ、何取って。飲み物。違うの。これ。それ。飲んでたよ今。え、飲んでたの？うん。飲めるの？うん。え、コーヒー飲めるようになったの？これ甘いじゃん。おっぱいしちゃうじゃん。うるさい。え？めっちゃこれ好きなの、美味しくない？うん、美味しい、アーモンドなの、普通に美味しい、アーモンドミルクのラテ、うん、カフェラテじゃなくて、うん、アーモンドミルク、へー、美味しいよ、何それ、やめてうまそう、これ何、ショコラ、切り落としショコラだって切り落とし、美味しくない、これも溶けてるね、行きたいとこある、何、ね、近くにチョコレート工場ってあるんだって、行きたい、で安くてめっちゃいっぱいチョコレートが入ってるって、入ってるって何、作るんじゃないの、ね、チョコレート売ってるんだって、うーん、溶けてる臭っそれはそうだろう、めっちゃチーズの匂いする、それはそうだろう、さっきからずっとしてたの、うまっ、ただそれが癖になっちゃう、明日やってるかわからない、癖になっちゃう、うわー、癖になっちゃう、縦になって横になっちゃうネタしないで好きなやつね、知ってる人いるかな、何が、癖になっちゃうって、縦になって横になっちゃう、うーん、好きになっちゃう、うまっ、そのかすれてる声、うまっ、うーん、好きになっちゃう、うまいやだ、あんなのに似たく縦になっちゃう、横になっちゃう、声が似てる海外からのファンもいいですね、ありがとうございます、誕生日おめでとう、 Thank you、 アンニョン、アンニョン、アンニョンがありがとう、ありがとうって言うんじゃない、もうすぐ近くにスターバックスができますね、だってよ、できんの、いや、イオンはできる、調子で、その、あの中央病院のところにイオンはできる、イオンがあるの、イオンできる、あ、そうなの、できるけどそこにスタバが入ってるかは知らん、できるって、そうなの、うんそうなの、ロケで行ってみたいところやシチュエーションありますか、ロケで行ってみたいところ、ともスタバ作ろうと思ってた、とも、スタバ作ろうと思ってた、でも海外今行けないからなとも、スタバ作ろうと思ってたよ、何か分からない、朝日にスタバ作ろうと思ってたよ、誰なのいや、トモロバイ砂場でしょ、やめて、どっか行ってみたいとこある、んミスドどうなっちゃう、えー、どこだろう、行ってみたいとこ、え、イオンの中に入ってた、九州はあんま、九州行ったことない、ない、あんまりない、ない、熊本とか、でも海外行きたい、熊本の海外行ったことない、ユーラックス行ってみたい、海外行ったことないね、うん、持ってないじゃんパスポート、うん、パスポートから作んないと、え怒っちゃった、
シソンヌですだって。あ、好きになっちゃう。知ってた。俺知ってた。セイガーさん何でも知ってんね。うん、同い年だからね。何でも知ってる。お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。うん、イオンができるのも知らないもんだって。毎日行っちゃう。 Thank you。 何かのスタバ行って、抹茶とペペティーノ抹茶ペーノ抹茶クリームフラペチーノ美味しいよね。かあったかいのだったらなんか変なミルホワイトミルクみたいな甘いの。いつもやけどする。めっちゃ太るじゃん毎日飲んだら。全然毎日毎日食ってるようなもんだよこれ。甘いの全然毎日食ってる。気にしてないってこと？うん、気にしてない。無理無理。まあね、美味しい。チョコレート工場こんな感じ。このプラハブみたいな。どこにあるの？おめが食べれる。食べるの？もらえるってこと？普通にこうやって売ってる。いろんなのが売ってる。いっぱい。ん？チョコレートがこんなにいっぱいあって300円で安くない？安い。何？切れてるやつみたいなやつ？うん。行ってみたいんですけど、これ美味しそう。チョコ好き。やってるかわかんない。止まんないこれやば。撮影会で福岡来てください。福岡にもあんのかな。福岡東がねって何が。 YouTuber になったきっかけは YouTuber きっかけ、コロナ禍でお仕事が全然なかったからなんかしなきゃと思って、まあ、事務所にいた時だけどね、始めました。怖い。その言い方。それはもしかして、え、違う、友が言ったんだよ。ゴルフの時に。怖い。なんでそれを今言うんだよ。はい。怖い。それゴルフ動画見ないとわかんない。YouTube のゴルフ動画で友が言ってます。鹿児島いいよ。鹿児島行ったことないね。うん、てか友どこも行ったことないでしょ。ないよ。じゃあこれ多分みんな見たいと思うから見せるわ。何？なるの坊主。何見せたの？みんななるの坊主見たいでしょ。何言ってんの？なるの坊主。超かっこいいよ。かっこいいよね。見たいっていう人がいたら見せるわ。なるの坊主。坊主ね。そこでまさかの発音。え、坊主？坊主だめ？坊主じゃないの？坊主ってなんか坊さんみたい。いや坊主って坊主ってむしろ音楽のあれみたいじゃん。ブランドみたいじゃん。あれね、あの。そりゃみたいです。あ、いやもう見せるしかない。もう見せる気満々だから。いい見せて。いいよね。え、いいけどあれ最初から見せて。見せたがりかお前。違うだよ。急にそれ見ててもさパってなっちゃうじゃん。あ、音楽出していいのだって。うん、ダメ。え、これいいでしょ。うん、ダメなの。うん、ダメなの。うん、これオート消してやったらいいよ。パンティアナルココブ、おやすみ。そうなの、なんかね、パンティア許可がさ、許可っていうか。行くよ。いいよ。もう。あー、かっこいい。マジかっこいい、俺。もうかっこいい。以上です。知らないしね、なる、それ撮られてんの。坊主にされてるの知んないから。そうそう、坊主。そうそうそう。坊主？ん、坊主ってあれでしょ、あのスピーカーのことじゃない。そうそうそう、スピーカーのこと。そうそう、いいやつ。パンティはなんかなんかね、引っかかっちゃったのよ私。画像をさ上げて、あの DVD かなんかの写真上げて引っかかっちゃって、ちょっと投稿ができないみたいになっちゃって、今許可待ちみたいな感じになっちゃってるんですよね。だから全然上げれなくてごめんなさい。そうなの、TikTok練習しよう。引っかかっちゃったの。え、そのなんか、なんだろう、なんで、なんか厳しいの。とりあえず DVD の写真あげたら引っかかっちゃったの。 TikTok 練習しよう。なるなら甘党なんだ。甘党プラスあとなんか辛いの、ね、なんかさめっちゃさ焼きそばのやつで辛いのやばいらしいよ。と辛いの嫌い。あ、そう、うん、辛いのさどうやって食うの。そのまま蒸せるんだけど。牛乳飲んでて
食べる。辛いのあげたよね。辛いの嫌い。辛いの美味しいじゃん。確かに結構かっこいいだって。ドッキリ企画、ドッキリ企画さ、でも誰かにかけるってこと？なんて読むの？超チルなラッパー。宝蔵院？なんとかみたいだって。宝蔵院。ハッピーバースデー、センキュー。読めるわけないでしょ、私が。こんばんは、浅くなりました。おしょう、ありがとうございます。これ、できるようになろう。音聞こえない。聞こえる。ダメなの？うん、本当に。うん、聞こえちゃう。誕生日おめでとう、ありがとうございます。こそが汚れたり破けたりしないから、そこをリアルにそうして。あー、でもさ、あの順取りじゃないんですよ。その順番に朝から撮って次このシーンっていう撮り方をしないから、なんて言うんだろう、例えばだけど朝一登場シーン撮って、もう次に最後のシーン撮るみたいなことになると、もう繋がらなくなっちゃうから、多分それは難しいんじゃないかな。その予算とかもあるだろうし、予算ですごい枚数作れるんだったら。でもそうなるとリアルな汚れが今度出せなくなるし、もういいしゅん。そうなるとすごい難しい気がするな。順取りじゃないからね。何なの？ハマった？自分で面白いと思ってやりだしたでしょ。うん、うん、じゃないの。あと2年で伸びる黒髪ロングヘア、どうなんだろう。でもね、めっちゃずっと切ってるからな。パッパパパ、起きてんな。12時まで。確かに小学4年生の時から今っちになるまで酒飲みました。感無量です。え、ね、そうやって言われたらすごいね。小学校4年生の時からなるの作品見て今20歳やって。ええ え え, えそんなことある？計算はないね。あ、何年やってんだよ。10年。だって小学校4年って何歳？11歳ぐらい。11歳。あ、じゃあ合ってるわ。え、やばっ。だから27歳だもん。あ、そう、なんかそうだね、やばいわ。10年、10って10年ぐらいやってるから、やばい。小学校、え、てかなる、そんなにやってんだもん。やばいね。感無量だって。嬉しい、一緒に成長してきてくれてる。すごいな。それはすごい嬉しい、ありがとうございます。本当にありがとうございます。大蔵院飲酒だって。誰？さっきの感じ。あなた感じ似てるの覚えて。ペヤングからすごく辛いの出たみたいな。そうそう、ペヤングで出たらしい。めっちゃ辛いんだって。大分に良さそうなサウナ。大分も行ったことないな。いいね。実は明日サウナ行くんだけど。私はショート派。ありがとうございます。どっちも好きだけど、今はなんかやっぱなんか久しぶりにショートにして、ショート好きだね。海外からのファンかなりねし、負けて悔しい。海外嬉しいですね。なんかもう本当に嬉しい。オフ会やってほしい。オフ会、確かに。どういう系のオフ会？一回カラオケやったことあるんだよね、オフ会で。先輩のやつで。覚えた？覚えてないよ。何やの？ TikTok？ うん。ね、覚えて。その日は届いてまた言って、俺らの絆が眩しいし。あー、宮地さん、ありがとうございます。スパチャありがとう、宮地さん。はい、皆さんありがとうございます。ありがとうございます。色気が出るのはロング、可愛さ出るのはショートだって。短くても色気出る。ショート賢く見える。だってそれはショートがいい。やだ。あ、そう、ロングがいい。頭はね、うん、いっそのことの撮影が九州伝える。九州、九州いいとこいっぱいあるんだよね。
あれさっきひとみさんと、そう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 、ひとみ先輩とやりました。ここだと東京、ここだと今日も可愛い、ありがとうございます。みやつさんありがとう、ありがとう。パンパン。32歳になっちゃったよ。ここだと東京、ここだと東京、ここだと東京、ここだと東京。もう違うのやってんの？パンパン。パンパン。覚えて。何？ TikTok？ うん。やろ？うん。このさ、兄弟めっちゃ可愛い。兄弟なんだ。うん、めっちゃ可愛くない？めっちゃ可愛くない？何歳なんだ？小学生ぐらい。ショートにしてからまだ生で、そっか、ショートにしてから行ってないか、行ってないな、東京から出てないかも。確かにショートにしてから、確かに。でもちょっと伸びたよね。ちょっと伸びたかも。今ちょっとボブボブっていうか、このボブっぽいぐらい。一回金髪にもしたんだけどね。思いっきりの色気出してください。ほら。DVD で堪能してください。ぜひぜひ。ショートマンで。アクションシーンはショートカットの方が見やすい。ああ、まあ確かに。なんかこう、ぶわってかぶっちゃったりするからね。髪長いとね。いよいよ九州に新幹線がもう一路線できますよ。え、そうなの？ね、あれやって。そうなんだ、増えるんだって新幹線。あれやって。何？シアサトミのもう負けない岩渕ちっちから卒業するの。はい、すいませんみたいなやつ。そう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 、トムがうるさいって言うからやってみて。せーの。え、自分でやるの？声、声なしで。そうだよ。何、どういうやつ、どうやってやんだっけ。見てやって。もう負けない岩虫ちっちから卒業するの。卒業するの。うるさいって言うから。え、もう待って、どうだっけ。んもう負けない岩虫ちっちから卒業するの。そう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 。ん、何？いいねいいね。ん、もう負けない。うん、違うな。ん、うるさい。うるさい。違う違う違う、早いよ。もう負けない岩虫ちっちから卒業するの。うるさい。オッケー。あ、違う。え、今からやんの？今練習してたの？うるさいって言うから、うん、あ、してます、すいませんって。いきます。はい。うるさいの人入ってってよ、うん、もう負けない岩虫ちっちから卒業するの。うるさい。はい、すいません。違う、はい、知ってます、すいませんだ。はい、知ってます、すいません。もう一回やる？やりてる。だって NG 出しちゃったの。なんだ、はい、知ってます、すいません、うん、はい、いきます、いきますいきます。もう負けない岩虫ちっちから卒業するの。うるさい。はい、知ってます、すいません。ちょっと違うな。すいませんが長い。すいませんの言い方すっごいよね。あの落差すごくね、うんうんうん、めっちゃ可愛いんだけど。めっちゃ可愛い、ね、はい、知ってます、難しい難しい。はい、知ってます、すいません。すいませんの言い方が違くない？はい、知ってます、すいません。やってみて、はい、やってよ。もう負けない岩虫ちっちから卒業するの。うるさい。おっそ、おっそ。回る。ちょっと待って、もう一回やって、っっ、もう一回やって。はい、もう負けない岩虫ちっちから卒業するの。うるさい。はい、知ってます、すいません。リアルじゃん。はい、知ってます、すいませんが普通じゃんね。いつも通りの、いつも通りの声じゃん。なるみさん、よくツイッターでわらちっちゃいつって打ちますけど、うん、初めて小さいつつける人見ました。私めっちゃつける、わら。つけるつける、めっちゃつける。なんだろう、飛び跳ねてんのって感じ。あら、わかんない。今のわら、もうなんかめっちゃつけるよね。音つきそうだったわら。え、どういうこと？え、どういうこと？どめっちゃつけるよね、わらのちっちゃいつ。つけるつける、なんかなるだよね。なる。そう、わらちっちゃいつがなる、なるだよ、なるっぽい。たまにさ、うん、わらちっちゃいつ、ちっちゃいつ、ちっちゃいつの時あるよ。スタッカーと次ね。わっって感じ。うん、何？いやいや、わらにちっちゃいつがついてるってことは、ほら、わらの時はスタッカートってことだね。ただのわらの時はって感じ。あ、うん、で、ちっちゃいつがつくと、あ、こわ聞いただけで笑ってない。あ、これ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 、こ
笑ってるってこと、うん、のハハハハなのよ。違うの、でつけないから、つけないから、アハハハの何だろう、アハハハって書くじゃん。絶対みんな聞いといた方がいいよね。分かんない。でもでわらの違いって結構大事よ、人それぞれ、ね、そうそうそう、自分の中の解釈ね。だから、うん、アハハハって例えばさ書くとするに笑ってるから、あ、うん、わははとかさ、アハハって書くじゃん。めっちゃ笑ってる時ってさ、アハハハって書く人いない？書かない？わかりません。あ、ちっちゃいやつを入れながら書く人ってこと？面白くて手叩くぐらいだと、あ、アハハハとかじゃなくて、アハハハのちっちゃいつだから、うん、わらもうわらみたいな感じ。なんか初めておばさんだと思った。どうそんな感じ？今ちっちゃいつ3つ。いや、キンマ、キンマそれマジで、それなるオリジナルだよそれ。みんなだと思ってた。いや見たことないよ、わらに。でもこのカッコカッコ閉じのわらはあるよ、くあるけど。逆にカッコつけたことない。イエティのこのカッコわらはね。イエティさん。よくあるけど、これ多分わって言っても出てきちゃうやつじゃないのこれ。携帯によっては。このわらのセット登録されてるってことね。自分でわざとカッコを打つんじゃなくて。確かに。これセット出てくるのと。なんでそれ出てこないの？じゃあ W のわらと草のわらと、うん、あの漢字のわらの違いは、あんま W 使わない、使うよね。ある、なんかちょっとなんだろう、な、なに、なんて言えばいいの、人によるかも。人に言うの W 使うとき。あんま Twitter とかにそれ使わないけど。あ、 Twitter とかに W 使わないの。だトマトやってるときは、うん、草しか使わない。 W W どういうやつ、ね、なんだろう、 なんて言うんだろう、なんかあはははじゃないやじゃん、文章的に。あ、笑ってるわけじゃないけど、まあ普通にネタとして。あ、そう、ネタとかやってる時はあの草の方使う。あ、そうそうそうだよね、うん、本当に笑ってる時にの W じゃないよね、あれはね、うん、W はね、なんとかですみたいなだけの笑とかじゃないじゃん、あの草の時、うん、なんとかです草みたいなんで、うん、草さ、え、草じゃないんだけどみたいになるじゃん。いや、ならないならない。何、クソじゃないんだけど。え、じゃあ何て言うの、なんか場面によって使い分ける。それ分けるから、だからその W を使う時とわらを使う時の違いはって言ってんの。え、難しいんだって。何て言えばいいの。初めておばさんだと思った。おばさんだもん。何なん、マジクソ笑った。それはどっち、 W でしょ。クソ笑ったは W でしょ。わろた W？ うん、そうだ。絶対分かってない。ハテナ浮かんでも、ハテナ分かってる、分かってるよ。分かってないもん。お誕生日おめでとうございます。生も綺麗ですね。ありがとうございます。ありがとう。次元風来さん、次元風来、なんか微笑ましい。姉妹仲いいですね。確かにめっちゃ仲いいね。オフショットでカラオケ、鬼滅、そう、鬼滅歌ってたね。前のマネージャーさんあげてたやつ、カラオケみたいなやつあげてた。タイからお誕生日おめでとうございます。タイ、センキュー。もう負けない、弱虫チチから卒業するの。うるさい。はい、してます、すいません。まだまだおばさんじゃないでしょ、若々しいもんだって。若いもんじゃなくて若々しいだって。え、若々しい、若々しいってことはおばさんだけど若く見えるよって意味だね。若作り。どっか抜きました。何を。あ、お誕生日おめでとうございます。ブラジルだって。おー、ブラジルの人聞こえますか。レゲエ、レゲエ、まあ、反対だよブラジルは。レゲエってどこだっけ。え、レゲエの、レゲエの国ってどこ。ブラジルはあれだよ、 3番とかで。レゲエの国はどこだっけ。ジャマイカ、ジャマイカ、ジャマイカ。ブラジルだって。うん、ブラジル真逆なんじゃないの。わかんない。朝の12時とか。
ブラジル。 Thank you。 こんばんは、インスタ見てます、ありがとうございます。インスタも今ちょっとやっと3万ぐらい超えました。ハッピーバースデー、 Thank you。 レオーナやリーブリル見てる32歳の私、ありがとうございます。ジャマイカジャマイカ懐かしいネタ。ヘアをばっちり切ってから3年。ありがとうございます。彼氏いる？誰？私に聞いてんの？うん、彼氏いたら今日実家帰ってきてなくない？悲しい彼氏いる？誰に聞いてんの？このみんなに聞いてんの？うん、いや男の人でしょ、だって結構みんな、そうだね、男性が多いかもね女子が一度はされたいと妄想したことがある5000円。何ですか一番、何、一度はされたいと思ってる妄想したこと、何、え、一度はされたい、ね、うん、え、何だろう、一度はされたい、サプライズも結構なる、感づいちゃったりするんだよな、一度はされたい、え、何何、え、何、妄想してないじゃん、うちらもうすでに悩んでる時点でちょ見せて、あ、そういうこと、うん、だって考えてたらしてるよ、すぐ出てくるじゃん、あ、そういうこと、見て、あ、なるほどってなるかもしれないけど、でもね、でもね、都会のなんか高い夜景が綺麗なところでなんかこう言われることって多分一生ないと思うから、それでいい、ああ。なんかそういう都会のところの東京タワー見ながらとか、上の夜景が綺麗なところでご飯とか絶対食べることないと思うから、そこ行ってみた、行こうよ、じゃ何もプロポーズされねえじゃんいやいやいや、あ、そういうこと、男の人とってこと、そうそうそう、男の人に絶対ドキドキするじゃん、それじゃあいいよ、指輪出てくるかもしんないとか思ったら坊主にするうんこ漏れそう、いってマジで、もうほんとやだ飲むなよ、飲むだよじゃあ何だと思う、5000円がないの、これ絶対コメント欄で、急にバックハグびっくりしちゃう、急にバックハグびっくりしたって言っちゃうかも心臓止まるんじゃないかって思うくらいドキドキする、でもね、バックハグいいよね、前から予想の方がいいよね、バックハグ、うん、ハグされるときに腰に手を回して引き寄せられると、わかんない、でもさ、あんまさ、歩ってる時とか腰触れるの嫌でしょ、こうやって触られるの嫌でしょ、あ、絶対嫌だそんな感じですじゃあトモが言ったからめっちゃコメントそれなほんとそうだよ、うんこそう、うんこ漏れそう、やめてくれ、いや笑いすぎたらうんこ漏れそうな時あるだろ、ねえそれ、これ残るからやめて、とも見えてないから、なるが言ってると思っちゃうじゃん見えてません、マジやだ、だこうやってやるのどう、やだやだ、そうだ、顔しそうだもんなるは、うん、とも多分嬉しい、結構、うんうん、触んないでって、性格違うよね、嬉しい気がする、確かにパパみたい、頭ポンポン、あ、頭なでなで、頭なでなでは嬉しい、可愛いね、頭なでなで嬉しい、うんあ、すいません直しますって感じになっちゃうじゃん、そんな出方違くない、え、いやだから、あ、なんかずらずらの人じゃん、ずらでした、すいませんってなっちゃう、はい、視聴すいませんって、違くない、なんかほら、あれ絶対そうだよ、やがってる、絶対そうだよ、違う、でもポンポンは嬉しくない、違う、多分こう、こう、え、こう、あ、こっち、後ろ、それ何、後頭部、後頭部何してるの、ってだからこの辺だったら髪崩れるじゃん、前髪も崩れちゃうじゃん、だから後頭部、え、別に嫌じゃない、髪崩れるの、え、この辺こう、こう、何でもいい、こう、あ、それはなんかやだ、それちょっとムカつくやば、痛いってなる、じゃ今のなんかさ、な違う、今さ、なんかポンポンとかにしてドンドンみたいな感じじゃん、いやだ、それ何、何力がこもってない、そうそうそう、何ってなるじゃん、こう、違う違う、もう手とかじゃないの、手から出てる愛情、気をこもれそうねえ、コメントなんか、なんか頭皮マッサージだよ、ほら、そうだよ、だから頭皮マッサージみたいなことするから、あなたが
もうほら、もう57分なんですけど。え、何？12時、12時で終わりにします。一緒に寝てる時に頬にキスどう？どういうこと？一緒に寝てる時に頬にキス、うん、されるってこと、うん、寝てたらいいかも。気づいてないじゃん。だからそれはさ、あれだよね、恋愛系のドラマみたいなんだよね。ああ、ってことでしょ。あの少女漫画とか。ああ、なるほどね。マーマレードボーイとか。これされたくて寝たふりしたことあるで、されなかったらどうするの。寂しい。されなかった寝たふりしただけじゃん。でもさ、頬よりおでこの方がいいよね。っていうか風呂入ってなかったらどうするの。ねえねえ、ほんとにもうこんなこと喋ってるから今二人でいいんだよ、誕生日。だって風呂入ってない場合の方が多いじゃん。寝てよ。え、どういうこと。じゃ次の朝シャワーなのにさ、夜風呂入ってないことが多いのにさ。それだってお風呂違うよ。お風呂入る朝、友は夜かもしんないけど朝の人もいるかもしんないじゃん。仕事行く前に入る人とか。あ、朝仕事行く前にキスはいいね。そうそう、知らないよね。知らないけど、やめてよ。じゃあ浮気している人の特徴なんだと思う。知らない知らない。優しい人。え、あ、これわかんじゃないのね。わかんじゃないの。わかんない。わかんない。あ、これはわかるわ。わかんじゃいいよ。常に浮気されてる人。違う、どういうこと。携帯常に裏向けはさ、うん、怪しいね。怪しそうじゃん。常に。あ、イエティさんありがとうございます。え、イエティ今300円くれるってことはもういなくなるかもしれないじゃん。違う、だから50円の12時の前にすんな。誕生日終わりだから。そうなの。あと1分じゃん。そうだよ、じゃあラスト1分。はい。え、やだよ、抱負言って。やだよ、まだ終わってないの。違う、終わりすんな。常に裏向けの次は長いから。なんで。一回にしてまた今度配信しましょう。え、そうなの。うん、はあ、だってこれがこれアップするのがすごい長くなっちゃうから。腹減り、じゃないの。腹減りクレイジー、もう腹減ったっつってる。どういうことなの。皆さんありがとうございます。ほら、ジュニーだって腹減りじゃなくて腹減り。え、何、腹減りじゃなくて腹減り。何、ハリラリさん。あげる、ね、うん、そうじゃ。皆さん本当にありがとう。ありがとうって言ってみんなに。すみませんでした。うんこって言ってごめん。漏らしちゃった。漏らしちゃったもん。ないよ、やめてよ、本当そういうの。本当にやめて、これ一生残るんだから、ここに。ハリさんが大変、すみません。本当にありがとうございます。本当にすみません、こんな感じ。今年もう一年よろしくお願いします。32歳に。今年一年。無事32歳になりました。皆さん最後まで見てくれてありがとうございます。今何すごいよ、なんかめっちゃ見てくれた。56人今見てくれてるから。終わりだって。どうする、だってまたやるんだよ。とりあえず黒いトドちゃん。誰。黒いトドだよ。ママの、ママの、ママのなんだっけ、ママの男梅で締めよう。じゃあ一本締め、なんだっけ。じゃあ私が男を、男を磨く梅がある。男梅で締めますか。ママの BGM で締めたいと思います。今日本当にありがとうございました。誕生日お祝いしてくれて嬉しかったです。友も誕生日で、二人とも誕生日でした。またゴルフ、うん、かソフトボールか、うん、50メートル走か。男梅やりたいと思います。うん、じゃあいろいろ企画とか、みんなコメントとかいいねとかどんどんしてくださいね。ママのありがとうございました。あのコメント、なんかこういう企画がいいとか書いてくれたら嬉しいです。じゃあ今からまた生放送します。ありがとうございます。リビングからママ行きます。いくよ。男を見抜く男を見抜く。梅があるよ、まだだった。梅があるやってよ、なる。
ルが言うの、うん、分かった。いくよ、もう最後ね、いくよ。男を磨く梅がある、男梅さよならありがとうございましたバイバイ。